高い場所から見る行動、猫ちゃんの特性の一つと言われています。敵に狙われにくい場所を選び、優越的な立場で他を観察する、まさに本能的な動作といったところでしょうか。さて、もう一つ、彼らの見る行動の中で欠かせないものがあります。それはこれです。隙間から覗くです。しかも猫の好奇心を煽るようで、野次馬のごとく集まる性質があります。おはぎちゃんの次にわらびちゃん、興味津々に見ていますね。そして次に、猫ちゃんの見る行動になぜか順番待ちが加わっています。覗くというおかしな行動に猫が釣られて集団行動を起こした結果となりました。とても不思議な現象ですね。